マスマイナス543は1960年代にソビエト連邦のミンスク自動車工場で開発された88リンクドーの大型軍用車両である。1991年の湾岸戦争の際にイラク軍が使用したことで有名になったスカットミサイルのような弾道ミサイルや多連装ロケット砲の移動式発射台としてソビエト連邦軍、ロシア連邦軍や 輸出先の有効国で派生系を含めて多数運用されているほか、民間でも消防車型やクレーン車型など派生車種が使用されている。マスマイナス543の最初のプロトタイプは1958年に製作された。同じく88輪の大型トラックであるマスマイナス537が開発のベースとされている。1962年に量産が開始され、 1965年11月7日に行われたモスクワの赤の広場での軍事パレードにおいて SS-1C スカット B を搭載した状態として初めて一般に公開された。マス -543 は出力525馬力の D12A-52538.9 リットルディーゼルエンジンを搭載し、 長さ11.6メートル、総重量43トンの車体を、時速60キロメートルで走行させることができた。マスマイナス543のキャビンは、中央に配置されたエンジンを挟むように左右に分割されているのが特徴で、このため中央部が低くなり、搭載した弾道ミサイルなどを倒して輸送する際に、ミサイルがこの空間に収まるような構造となっている。 1970年代に開発された発展改良型は、形式番号がマスマイナス7310となり、この車種の派生型としても、複数のバリエーションが開発、運用されている。主な派生型としては、右舷側のキャビンを廃止したマス分速543メートル、AG-7910、6軸12輪型のマスマイナス547、 マスマイナス七千九百十六、七軸十四輪型のマスマイナス七千九百十二、マスマイナス七千九百十七などが開発された。中国では、満山特殊車両によって、マスマイナス五百四十三、マスマイナス七千三百十シリーズをコピーした w s 二千四百が生産され、ソ連版のオリジナルと同様に、d f マイナス十一弾道ミサイルや a マイナス百。 多連装ロケット砲の移動式発射台として運用されている。また、詳細不明であるが、北朝鮮の軍事パレードにおいては五軸重輪型の派生車両も確認されている。1990年代以降になると、同じく、ベラルーシ製の MZKT-7930 や、MZKT-79221 に更新が始まったが、ロシア連邦軍において、 約2000両が引き続き運用されているほか、少数の生産が継続している。Wikimedia Commons には、マスマイナス543、マスマイナス7310系列の車両に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。